2番と4番ね、テンポの動きはあっていいんだけど、今だと突然結構倍ぐらい速くなっちゃうので、動いていいんだけどね。ついていけない感じのあっちらみたいな感じだね。もう一回つけてみようかな。大体このぐらいかな。続けてごらん。そう、それまで方向性はいいんだけど、っていうのがちょっとこういう感じでよろけた感じになるんで、少し丁寧に始まって前に向かって、その勢いでこのままここまで、ここまで来たって方がいいね。これがまずここの急発進と、ここで時間かけて歌っちゃうと、うわって押されて前行って、やっぱりやめてみたいな感じがちょっとするかな。この形がバリエーションの最後になるけど、それがさらに3回やってる、それが解放される感じもするし、真ん中が3回以降緊張感があったかなって、1回目
表紙が見えなくなってきちゃう。おい、3の歌ね。エジパッからないんだよ。表紙をあのまんま感じならいいんだから、そういう感じなんだ。もう一回言うかな。ラタンタタチニ、3の裏だって。3の裏だ。同じ音だったんですか。まあ、ここね、いろんな場所があるんだけど、そんなところで出てくるのはなかったのね。タタンタタチニ、3。フェルマータはその4拍目の頭に当てて、ラタタンタタンというのは次の拍に向かっていく。そこやったね。でその後に16音符があるっていうようにどっか頭の中がそういう考えになんとなく無意識かもしれないけどなっちゃってるかもしれないんだけど、16音符から普天音符の要するに短い音符から長い音符けどこれももうこういう組み合わせやってでもないのと一緒で終わり。意識しておかないとでだんだんなっていっちゃうんで、特にねこのねポジションチェンジがこのここもここからポジションチェンジすればいいんだけど、まあ、どうしてもここまで引っていってこの短い音符の後でポジションチェンジをしようとするとどうしてもこれ遅くなりやすいから、まあ、ここはまだ右手は行きやすいんだけど、左がここでポジションチェンジになるんですよ。それをだんだんそういう感じになってくるんで、これもこれとこれが近くてこれが飛ぶんでどうしてもってなっちゃうけど、こうやって準備してもう完全にタダンと突っ込む必要ないけど、こうやって準備して。ボケっとしてるとこれいけなくなっちゃうんで、もう手こっちに準備していいから、これ準備して長い音符の後で常にもう次の16音符のところに準備してこれすぐ弾いたらすぐ準備する、弾き終わったらすぐ準備する。Thank you.
行くのに見ないで敵側のとこ行けっていうのは無理だけど、でかなり開くけど自分はこれ左手見ないで練習してから見ないで絶対弾けるようになるはずだけど、そうしないと右手の方に意識がいかなくなっちゃうから、表紙にこうぴったり、1が出てきたり2が出てきたり、ずっと上下ではあるんだけど 3つずつだから全部書くごとに入れ替わるので、この動きによく慣れておくことね、 その辺気をつけておいてもらうかな。4番は
極的なのと、こう少しこう思い出したような感じなのと、なんかこう何回目がどうだかって決め打ちしてもいいし、決めてなくてもいいんだけど、なんかこう変化がもう少しあるといいかなと思う、ね、そう、それで、まあ、前後の早いところはね、そんなに、まあ同じことなんで、なんかこう。右のページの2段目ぐらいから。日本はそんなに音楽的には複雑なことは何もないけど、中間部の変化の話で、2番は急ブレーキ急発進みたいな感じになったりとか、リズムが崩れたりしないように。